昨日は県高校 PTA 連合会の脇山富雄会長ら4人が県建設業協会など4つの団体を訪れ要望書を提出しました。去年3月に卒業した高校生の県内企業への就職率は 62.5% と過去10年間で最も高かったものの、全国ではワースト2位となっています。こうした中、要望書では来春県内の高校を卒業する生徒の採用枠拡大などを求めています。15歳から24歳の若年層の県外流出というのがやはり多いということでですね、やはり県の発展も考えますと若者が宮崎県に定着すると、それが一番望ましいんではないかと。高校生を対象とした企業の採用活動は9月16日に解禁されます。